すいません、さっき切れてしまいましたね。配信がいってるかな。すいません、切れてしまってました。改めて返します。はい、今日もキャラクターでソーシャルを回しながらホリホリしていきたいと思います。改めて返します。ランプ希望スタンプライブアート、はい、じゃあホリホリしていきます。近い間にぶつかるかな。大丈夫かな。どっから掘ろうかね。今日はフリフリしますけど、明日はちょっとね、お休みしようかな。マモジのところ途中で抜けてくるんで、明日くらいちょっとお休みして、マモジ最後まで見たいので、もしかしたらいらない映像が出てますかね。ダッシュボードが出てました。これ切ります。音がプチプチ言ってるかな。まあ、操作するたんびにプチプチ言ってますけど、大丈夫ですかね。はい、じゃあ掘ってきます。ソーシャルを、キャラクター組んで読ませてますんで、コメントいただけたら読みますよ、キャラクターが。今日は今まで掘ってた切手ハンコの続き、R を掘ってます。こんばんは、ヤマちゃん。
生大丈夫ですかね。ちゃんと音いってるかな。カタカタ音がしてるのは何の音だろう。なんかカサカサカタカタ音が言ってるっぽい。私のその耳、うん、音聞こえてますか。大丈夫かしら。聞こえてますかって。まあ落ちるね。読めてない。ネキメさんこんばんは。キャラクターくん読めてませんよ。それネキメさん、大丈夫かな。あ、起きた。山ちゃんだよ。大丈夫です。Wi-Fi 代5980円定額っていうので勘違いしてました。あ、定額だったらそれ以上いかないんですよ。ジャンプ希望したプライブアウト。決め、サブ、再度調整、本番加重。ジャンプ希望。カズって呼んでます。こんばん、カズって呼んでました。キャラクターの声も平気。もうちょっと大きい方がいいかな。もうちょい大きい違うか。定額だったらそれ以上いかないですよね。で、上限いきますよね。うん。多分使わなかったら基本料金のみじゃないですか。で、上限がそこまでいってそれ以上増えないってやつだと思いますけど。5980円取られると勘違い。シャープ、リボ、スタンプ、ライブアート。そうそう、だからちょっとしか使わなかったらちょっとだけ。ねえ、ちょっとじゃなくていっぱい使ってもその値段以上はいかないってことじゃないかな。あ、キロロン、クジロン。
からちょっとしか使わなければそんなに大変にならないんじゃないかな。ちゃんだよ。しまった。この前の土曜日、5時間も使ってしまった。うん、多分上限いったね。もう上限までいっちゃうんじゃない？その勢いは。ここの図が分かりやすいかな。お、なんか貼ってくれたみたいですよ。見てみてください、ヤミちゃん。まあ、こんばんは、6名の方。今ね、ホリホリしながら、あ、ホリホリといっても、初めましての方はいらっしゃるかどうかわかんないですけど、ね、この辺をホリホリしながら、食べって、キャラクターにいろいろ読ませながら、やってまーす。昨日はね、タイガーマスクとかね、感じで読ませてましたね、キャラクターを。お、ずっこけた、尻尾が取れた。第三次。第三次でした。よいしょ。多分山ちゃんもすでに限界域を超えてると思う。もったいなかったね。門ママのところね、あれですよね、 Wi-Fi がありましたよね。
結構分かりづらい図なんですかね。今ちょっとね、ブラウザーが、ブラウザー何枚も立ち上げると、多分、プチッとか言われたら嫌なんで、開けないんですけど、結構ね、分かりづらいですよね、図って。私もよく分かんなかったりとか、するので、もっと分かりづらくなくてさ、何時間使ったらいくらみたいな風に書いてくれればいいのに。こいつがこちょこちょ言ってんのかな。もうちょっとね、わかりやすい字で、こんだけかかるんだよ、みたいな、書いてくれるといいのにな。今、マイクこっちにした？申し訳ない。上限なんだけど、何分じゃないとわからないよね。そうですよ。ワッチンには、シャープ、リボン、スタンプ、ライブ、アット。全然わかんない。なんか、わざとわかりにくくしてる気がする。作戦なのかしら。あ、とんでもないとこで掘ってた。この辺で掘らないといけないかしら。ね、明け方ずっと、スカイプでつなげてパルタのところで一生懸命設定を伝道さんとモフさんが教えてるのを私はスカイプと電話で伝えまくってましたね。ちゃんとこれできてよかったね。
山ちゃんだよ。はい、今現在のパケット数が出るサイトとかあったらいいね。あー、そうですよね。スタンプライブアット。あれ、それで携帯電話じゃないから、あの画面がないからいくら使ったとかね、調べようがないのかな。私ね、あれなんですよ、携帯電話っていうか iPhone ね、ホワイトプランなんでダブルにした方がいいの？教えて、偉い人、プラン変更した方が良い？ホワイトプランダブルだっけ？これに変えた方がいいのかな？10MB くらいのファイルを iPhone で受信すると MAX みたいな、シャープ、イボ、スタンプライブアット。要するに、だからすぐ行っちゃうってことだよ。放題つけとかないとね。定額、上限定額でいいんじゃないですか。まあ、今回はしょうがないってことで上限いっちゃったよみたいな。で、それ気にし始めたら Wi-Fi ね、持っててもなんかドキドキしながら使うことになるし。京都帰った時なんて、なんだっけ、新幹線の Wi-Fi の使い方がわからなかった。私でパパに設定してもらおうかと思ったらパパもわからなかった。結局自分の Wi-Fi 使っていろいろやってたけど、なんかあれもったいない。大丈夫だった？ドキドキ。毎月パケット代150万円超えてる WWW ってか、どういうこと？どういうこと？それ毎回ピクシー、
ジャンプ希望、スタンプライブアート。で、そんだけ請求されてはいないですよね。どういうこと？え、どういうことなの？150万円超えてるってどういうことさ。ってことはそれだけ使ってるってことか。プランに入ってるから良かったねってこと。確かに。スタンプライブアット。確かにね。要するにこれだけ得してるよ。山ちゃんだよ。iPhone は今見たら、うん。ダブルホワイト付きホワイトプランって書いてる。www シャープリもスタンプライブアット。うちね、パケット料の方は上限が決まっ、あの、それ以上使っても OK ってやつなのかな。データ発、あの、使用料。で、電話は多分どうなってくるかな。ホワイ、ダブルホワイトじゃなかった気がするんだよね。結構むずい、そういうのは。てか、ちょっとめんどくさい。みんなさ、同じようなプランにしてほしいよ。シャンプー希望スタンプライブアット。ウキメ、タブ。プランがお得なんですよってことを猛烈にアピールする作戦なんでしょうね。本当にソフトバンク W シャープ希望スタンプライブアット。そんだけ使ってるよって言いたいだけ。じゃあ上乗せしといてもわかんないね。私ね、ダブルを言われたんですけど、そんなダブルほど使わないかなと思って、多分ホワイトプランにしたんじゃなかったかな。すぐ変えられるからって言って、そうした気がする。さんマグカップとかもらったけど、あんまり、どうでもいいって感じ。お父さんマグカップ、なんかマグカップをくれるんだったら、なんか他に安くしてくれる。
昨日のちょっとあのキャラクターでお遊びは面白かったですね。よいしょ。ちょっとね、お遊びが過ぎてね、私のね、ソーシャルね、ちょっとどこの国の人と喋ってんのっていう感じになってましたけどね。キャラクターは英語はきちっと読んでくれるのかな？読めなかったんだっけ、ユーストって読めなかったんだよね。サブ、うん、追加 USG 配信される方は、うん、パケット費放題プランとかおすすめ。そうね、私多分それかな、分からん。通話料は、通話はあんまりしないから設定甘いのにした気がするんですけど、通信はむちゃくちゃしそうな気がしたんで。そのうちまたツイキャスしなくちゃ。何しようかな。こっちにしちゃった。出ないかな？見た。うん。手がかゆい。はいはい。ハイライトは、あ、ちょっとごめんなさい。先に読んじゃった。決め、サブ。はい。そういえば、リモタン。アーカイブのハイライトって作ってる？作ってない。どうやって作るの？作ったら何のメリットがあるかがわからない。アーカイブのハイライトって作ると何かあんの？作ってるのと作ってないのと、何て説明したらいい？
今はね、作ってないです。作った方がいいのかな。え、なんかよくわかんない。すごいことってなんだ。はい。お待ちしてます。すごいことってなーに。アーカイブって今まで作ったやつ、あ、じゃない、アーカイブじゃないや。ハイライトっていうのは、なんて言ったらいいの。今まで録画したアーカイブを編集するの？で、今頭の中ハテナマークばっかりなんだけど、ハテナマークがね、この辺にいっぱいこうこうやっていっぱいこうなってる。なんかもうね、配信するのでいっぱいいっぱいになってるっていうね。アーカイブして、アーカイブはあるんだけど、それをハイライトにするには、ハイライトは今までのを全部編集するの？ごめんね、私全然そういうの疎くて。ゆきめさん、D よろしくです。すごいことが起きるってなんやろうな。ワクワク。あ、どっちにしてしまいました。いるんだろう。ゴジラが来るとか。すごいことって何？宝くじが当たるとか。何でしょう。ね、わかりません。後でリオ待ちしてます。送ったよ。はーい。見えるかな今。大丈夫ね。今ね、CPU 使用率がこっちで。ヒートテック上げて平気？うん、ギリ。じゃね。ちょっと待って。キメ、タブ。送ったよ。あ、了解です。チェックします。ヒートテック。大丈夫？来た。ツイートで。あ、ほら、プルプルになっちゃってる。ちょっと怖い。ツイートデック。怖い怖い。大丈夫かしら？読み込みに時間が結構かかってる。プルプルしてる。ごめん。送ったよ。送った。うん、ああ、やめとく。ツイートデック怖い。終了。後で見ます。すいません。ツイートデックちょっと怖いっす。プルプルしてたから。今、だからちょっと今、配信画面止まったと思いますけど、申し訳ない。後で、ちょっと、後でチェックしてみます。
今ね、バグルスくんが上がってるから、ちょっと怖いかな。で、ツイートデックを上げちゃうと、なんかほら、なんだっけ。グローブじゃなくて、グローブだっけ？あれが動いちゃって、結構タイムラインいっぱいこっちに見えてきちゃうんで、いいですよ。はい、わかりました。じゃあ、ブラウザーで確認してみる。すいません。こういう時はブラウザーで確認の方がいいですよ。シャープ、リボン、スタンプライブアット。来るかな？大丈夫かな？あ、本当だ。ブラウザーの方が軽い。で、これのツイッターのこのブラウザーのやつってつなげるたんびに新しくなってるからちょっとびっくりする。おマジで？あ、作る。ハイライトは後で、頑張って、なんとかしてみる。ありがとうございます。なんとかしてみます。マジで、そんなことが起きるの、すごーい、キャー。そっか、作ろう。そっか、そっか。ハイライトね。ハイライト。ちゃんと。覚えといて。これ終わったらハイライト作ろう。そう、最近ぬきめさんのところに行くと、すずみさんがすっごいいっぱい来てるんだけど、なんかね、折り重なってる感じで餌食べてんの。すごい、あれ。あれは冬だからああいうことになってんの？そうだよね、多分ね、餌がないから。で、ぬくのこのところ行くと、もうぬくのこじゃなくって、もう大きくなってる。行くたんびに大きいとか思う。成長速度やっぱり猫さん早いですよね。猫さん飼いたいなぁ。けど飼えないんだよね、うちなぁ。うん。決め、サブ。冬場で餌が少ないみたいでうちにいっぱいいますね。ヨウ。って何？って言ってる。ウって呼んでた。ねえ、スズメさん、すごいいっぱい来て、ぬきめさんのところに来るスズメさん、毛艶がいいの。
藤屋って言わない？羽のツヤがいい。ヘズヤっていうのはハズヤっていうんかな、ああいう場合は。できたいな。土曜日でもあるのかな。いいな、トライアルあって。ライブアート。そうか、まあ、トライアルね、少ないんだよね。調べたらね、うちの方ないんですよ、あんまり。みんななんかトライアル行けて。今度じゃあ山ちゃんはトライアルついちゃすんの？何買うんだろう。桃地夫婦のとこみたいに1万5千円ぐらい買ってきますか。お菓子なくなっちゃったんかな。桃地のところはすっごい買ってたけど、車に iPhone 装着できるから道中はするけど、店内は怪しいからしない。サンプライブアート。怪しくてもするんですよ、それは。そんなこと言ったら、抜き目さんどうすんですか。トライアル行くたんびにツイッチャスですよ。山ちゃんもやりましょう。ツイキャス、トライアルツイキャス。ほら、場所によってもしかしたらさ違うかもしれないし、目の付けどころも違うし、面白いからやろうよ。
ちゃんだよ。はい。この前、おもじ夫婦がカードマンに目をつけられたから行く店は危ない。シャープリモスタンプライブアット。お決め、タブ。店内は怪しいからしない。ごもっともダブリュー毎回。KB さんに追尾されてます。私 www シャープリボンさんライブアット。私はそれにへこたらないで、あのツイキャスしてるぬきめさんが好きですね。私は。この間私です。あれで、あのなんだっけ。自転車屋さん、こそこそツイキャスしてましたよ。さすがにね、ちょっと怖くてね、途中でやめちゃいましたけどね。ちゃんだよ。はよ。サツキンの朝日。シャープリボンスタンプライブアート。サツキンの朝日。サツキンって何？大丈夫。山ちゃんやってくれるから多分。だってそんなん気がつかなかったからいいもん。気がつかなかったんだもん、思いっきり。え、そうなんだと思って。普通にやってよ。けど何にも言われなかったけどね。いいの、どうせ買うんだから朝日で。もうね、買う自転車決めたんで、もうね、お誕生日の時に。君様の尊敬で。だってマジで知らなくて、誰だっけ、山ちゃんに教えてもらったんだっけ、撮影禁止だよって。思いっきり失礼しました。あ、小田地さんか。
えば、なんだっけ、スタジオアリスとか、うち子供の写真撮ったりするんですけど、あれで、なんだっけ、撮影禁止なんだけど、ビデオは撮っていいのね。スタジオアリスって。で、だけど、携帯電話ってさ、どっちも撮れるじゃん。その場合は、わかんなくない？わかるもんなの？音でわかんのかな？随分遅れてる。大丈夫かな。山ちゃんだよ。カシャって言わなければいいんでしょうね。シャープリボンスタンプライブアート。カシャって言わなければいいの？そっか。言わない携帯電話ってないんだっけ？盗撮禁止で。禁止っていうか盗撮が分かるようにみんな音鳴るんだっけ。今どこまで行って、こことこっち側が行き過ぎ。キメタブ。今は一眼レフでもムービー撮れるから、今度ムービー撮影用ですって。一眼レフを持って行って、スター www.1眼レフ。スタンプライブアート。一番一眼レフあるからやってみようか。みんななりますね。シャープリボン、スタンプライブアート。うちも一眼レフあるよ。私自分の。いや持ってったら多分注意されるから。けどほら iPhone で撮影するんだったら分かんなくね。分かるもんなの？落としたっけ iPhone って。まあする気はないけど。ツイキャスはどうなの？やって OK なの？やっちゃいけないのかな、やっぱり。うちはね、毎年毎年ね、子供の誕生日っていうか、その近辺にとりあえず写真撮ってます。ここで、さっき言ってたとこで。
わちゃんだよ。はい。スタジオアリス。ボロ儲けです。本当にそう。シャープ疑問スタンプライブアット。けどほら、この方がいいかな。アイコンも OS が 2.0 にバージョンアップしてからシャッター音が出るようになったような。あ、そうなんだ。スタンプライブアット。そうなのね。まあね、いろんな人がいるから変なことに使ったりされちゃうとね、困るからね。ところで iPhone の白って出るの？方の白結局出ないで終わりそう。私ずっと待ってたんだよね。で結局待ちきれなくって買っちゃいましたけどね。うん、でそうスタジオアリス予約入れなくちゃん。すっごいお金高いんだよねアリス。だから年に1回やれればいい方。知り合いで、山ちゃんだよ。みんな手放してるから、うん、結局同じのような。確かにね。ジャンプ疑問私もカバーつけてる。ときめ、多分、アイフォン脱獄すればお届けするみたい、うん、しかし保証がなくなります。ごにょるのは嫌。スタンプライブアート、なんだっけ。そうごにょらないでほしいな。で、そうスタジオアリスの話なんだけど、知り合いのうちが子供2人で、2人とも女の子で、半年ぐらいずつずれてるのね、誕生日が。上の子と下の子と。で、毎回、半年に行って、2人の写真撮るの大変。親の写真も一緒に撮ってるの大変。私なんか、親の写真一緒に撮ったのって、お宮参りの時だけかな。あとは全部子供の写真しかアリスで撮ってないし。っていうか子供は、成長していくけど自分は衰えていくだけだから、そんなの撮りたくない。と思って残してます。若いお母さんだったらね、撮ってもいいけどね。みんな写真展残してますか？私あんまり自分の、写真好きじゃないんで、あんまりないかも。iPhone のね、写真も、写真じゃない、カメラの機能も全然、コンパクトカメラで撮るのより良かったりするんで、コンパクトカメラを持たなくなっちゃった。カメラ以外の撮影機材で10万円くらいのものを用意すれば、プロまでとはいかず、自分
風でもそこそこの写真撮れますよ。シャープ2もスタンプライブ跡。山ちゃんだよ。プロットはあるかな。シャープ2もスタンプライブ跡。私自分の顔が好きじゃないんで、あの写真は残さないですね、あんまり。で、子供の写真はやっぱりそれなりにあって、でうちね、夫婦揃ってね、自分の写真が好きじゃないんで、夫婦ともそんなに写真がない。で、10万円の一眼レフは買えない。ね、あの技術もないし、ね、カメラマンがカメラが趣味な人だったらいいんだけど、私カメラ趣味になってないんですよ。あんまり撮りたいんだけどなかなかね。写真、メイク書だけ、花から W シャープにも、スタンプライブアート。あれもちょっとな。あれだとさ、ゴールドとかだと、5年前の自分がいるわけでしょ。ちょっと嫌だな。さんが読まれてない。 iPhone 綺麗に撮れますよね。色合いはデジカメの方が綺麗に撮れる、いい感じがします。撮れる感じがします。そうそう、色合いはね、うーん、そうかなかもしれない。まあけど iPhone はアプリがいっぱいあって遊びますよね。アールグレイさんを読んでくれなかったんで、私がツイートを読みました。駆使すればいろいろ変わった写真は撮れますけど、残す写真にならないのかしらね。よくわからないけど、で、ね、やっぱり一眼レフはね、運動会には強いね。運動会の時に一眼レフを今年初めて持ってったら、すっごい綺麗に寄れて撮れて、よかった、買ってって思いました。やっぱり伊達直人さん、例えばあの伊達直さん関係はもう終わったっていうのは、ごめんなさい、カメラに当たりました。
すいません、カメラに当たってしまいました。読まれな、あ、やっぱり読まれませんね。読まれなかった、なんでだろう。読み上げありがとうございました。かっこ今度はどう、アールグレイさん、あのちょっと読まれないみたい、なんでかな。大丈夫、私ねこっちにツイートバブルスくんをあげてるので、ちゃんと読めなかった分は読みますから、私がだからちゃんとツイート、あ、言えてない、書き込んでくださいね、大丈夫ですよ。今までね、だってバブルスくんで読んで読みながらやってたの、全然平気。たまにね、こういうこともあるみたいなんで、気にしないでいきましょう。さっき読んでたのにね。ちょっと見てみよう、見れるよね、見れないかな、あ、いっぱいいっぱいな、ちょっと、なんかいろいろある、私デザイン会社に勤めた時に撮影のそういうのとかに立ち会ったりしてたんで、こういうのいっぱい見ましたよ。デジカメってあんまり使ってなかった気がするな。今はみんなデジカメなんでしょうね。読んでほしい、読んでくれない、悲しい。やっぱりね、キャラクター君ちょっとね勉強しないといけないね。で、辞書機能があってほしいな。キャラクター辞書機能があればみんなの名前とかもちゃんと読ませられるのね。
まちゃんだよ。はい。さて、そろそろ寝ます。はい、おやすみなさい。スタンプライブアート。良い夢を。おやすみなさい、山ちゃん。風邪ひかないように。寒そうだからかね。山ちゃんだよさん、おやほりー、おやほりです。ダンスライブアート。みんなにおやほりーっつって終わらせようか。おやほりなさいましって。いいかもしれない。みきめさんそれもらい。タブ、はい、どうぞ。シャープ、スタンプライブアート。ありがたく使わせていただきます。今日はなんか寒い、エアコンかけてるのにすっごい寒い部屋が。寒くないですか？なんか冷えますよ。まだね、うちの方はね、雪も降ってないですけどね。降るのかな？降らないのね、降らないでほしいんだけど。皆さんのところも寒いですかね。ちょっと寒い部屋。ちょっとどかいじゃなくて寒いかも。
ラクターで読ませてるんで書き込んでくださいね。ちょっと寂しいよ。Google さんの更新時間が来た。アナリティクスだけだけど、 W シャープにも何それ？アナリティスクって何ですか？アナリティスクって何でちょう？教えてください。アナリティスクって何ですか？アルグレイさん、今日は出張で雪のあるところに来ているので、月明かりが雪に反射して雪、あ、外が明るかったです。どこなんでしょうね。結構いっぱい降ってるとこかな。 RRRGRAY、 今日は出張で雪のあるところに来ているので、月明かりが雪に反射して外が明るかったです。シャープ疑問スタンプライブアット。アルグレイさん読んでくれた。タブアナリティクスグーグルさんのアクセス解析。シャープ疑問スタンプライブアット。そうなんだ。読んでくれたよ。よかった。読んでくれないかと思ってたから、よかったよ。気分屋さんだね。キャラクター君はこの前、中とか中っていう字も気分屋さんで読んでた。キメタブオン読んだ読んだ。パチ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 。本当読んだ読んだ、よかった。スタンプライブアット。読んでくれた。よかったよかった。ね、すっごい気分屋さん。もうちょっと下？この辺。この辺で降んなきゃね。上の方すぎた。読んでくれた、よかった。キャラクターのその読む定義っていうか、なんで読むときと読まないときがあるんだろう。ちゃんと私はアルファベットで R が一番好きです。シャープ、そうなんですね。スタンプライブアット。私は本名の、あの頭文字 R ですよ。結構ね、柔らかい字ですよね。
また大好きだね、この辺で。意外とね、R っていう頭文字の人が多いので、で掘ってあのこう売りに出したりするとすぐなくなっちゃうんですね。R と A とそこら辺が S もすぐなくなるかな。M も結構なくなりますね。残るのもあるけど。ロシア語かどっかのそば向き RRRGRAY 読んでくれた。ロシア語かどこかの逆向きの R も好きです。逆向きの R? 疑問スタンプライブアート大文字ですか。ロシア語の文字ってすごい字ですよね。私カメラのロム持ってますけど絶対あれで読めないですもん。文字って結構ね、面白いですよね。いろんな形があるし、デザインもいろいろあるし、私文字好きですよ。彫ったりするのも好きだし。明日はちょっとね、お休みしよう。ちょっとね、今日はね、寝不足気味なんだけど、多分長い時間で起きてたりするんだよね。寝不足しててもどうしても起きちゃうんだよね。RRRGRAY はい、歌
筆文字の書道とは少し違うけど、カリグラフィーもいろいろありますね。そうですね、いろいろありますよ。スタンプライブアート。あのカリグラフィー自分で書こうと思ったら難しくって断念しました。あれ結構むずい、筆も書けないけど。書道とか大の苦手なんですよね。うちのじいさんが書道の先生でしたけど、私は書けません。おばさんも書道の先生だったけど書けません。文字の形って本当に面白いんで、いろんなフォントとかを見てるとすっごい楽しい。よいしょ。取れるかな。よいしょ。ペリ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 。ちょっとこの画面邪魔なんで消しますね。このちっちゃい画面ね。じゃあ画面を消しましょう。ちょっと消します。ちっちゃい画面。ちょっと邪魔だった。これなら広くなってくからいいよね。考えてみたら。今日ナノブロック映してないからこんな状態でよかったんだよ。ちっちゃい画面いらなかったね。マイクロスコープはこの方がいいね。そうですね、これの方が見やすいんで。この間昨日とかはナノブロック映してたんで2画面にしてましたけど、またこの画面に戻して配信しようと思います。意味ないもんね、遠いカメラね。顔を写すわけじゃないし。この方がすっきりする。
拙者のカメラなんでね、マイクロスコープが。遠いカメラはね、意味ないね。いっぱい綺麗に配置されてる配信とかもありますけどね、私にはちょっと無理かも。というか本当は画面サイズフルサイズにしたいんですけど、怖いよね、大きくしちゃって配信の設定変えて配信できなくなったら怖いから、なかなかしょうがないかな。フルサイズにした方がいいですかね。どうなんでしょうね。どういうことかわかんないの、キメさん教えて。30インチ、今ちょっと読むの遅いんで先に読みます。30インチフルプレビューで見てみた。いいね、キメ、サブ。はい、30インチフルプレビューで見てみた。 W いいね。30インチのモニターがあるの？ん？そういうこと？30インチのモニターでこの画面を見てみたってこと？ってことかな？ってことかな？いいね。おお30インチ、いいね。30インチのディスプレイで作業中です。W シャープリボンスタンプライブアット。そうなんだ。で、これを画面を見てみたんだね。すっごい大きくなるでしょう、そしたら。けど、フル画面じゃないんで、私の配信画面が。よし、ちょっと見てみよう。あ、こっちの方が綺麗かも。ちょっとじゃあ回しながら切ろう。ほい、よいしょ。
に行ってくれないんですね。大丈夫かな。やったくん、海に行ってよ。てくれないんで読みます。斉藤さんこんばんはせっかくキャラッターを使っているのにキャラッターより先に TL 読んじゃう。ユーストはこちらですか。はい、そうですっていうかね、今日ちょっとキャラッターの調子が悪くって、読んでくれない人が出てきてるんですね。なので、TL 待ってると、キャラクター読むの読んでる、読むのを待ってると、なかなかなので、タイムライン読んじゃうんですね。ちなみにこれマイクロスコープで巨大に映してます。で、フリフリ配信のリムでございます。これの、サイズ、そういえば測ってなかった。大体横が2センチくらい、縦が 2.6 ぐらいです。停止してしまってるみたいなんで、もう一回ちょっと読ませますね。見方をしますね。あ、すいません。ちょっと見つめて。30インチで見ると約10倍 W シャープにもスタンプライブアート。約10倍ですね。測ってなかったんで、さっき。ってことは、アラが見えちゃうじゃん、これ。大丈夫かしら？キャラクターがちょっと停止してたみたいですね、さっきのはね。で、やっぱり斉藤さんの多分 TL 読んでないんですよね。なんかちょっと今日はキャラクター調子が出てないでみたいですね。昨日はすっごい読んでましたけど。そうですね。そうです。デフ彫りなんでね、機械彫りではないんで。今度は読んでくれるかな。読んでくれなさそうだな。読みます。
斉藤さん、ご機嫌斜めなキャラクター。そうですね、キャラクターがすごいご機嫌斜め。昨日はね、タイガーマスクっていう字を、ね、漢字にしたりして読ませてましたね。ミツバチハッチとかね、なんだっけ、バロムワンとかね、そんなの。あのタイムラインの皆さんが一生懸命いろんな感じで読ませてましたよ、キャラクターを。ちょっと掘り切れてない部分があった。の人、はい、レンジンザゴーガー。お、読めた。リボンサンプライブアンド今度は読んでくれました。それをね、ザボーガーっていうのを漢字にするんですよ。それでキャラクターが読んでくれるかどうか、昨日はね、遊んでたんです。すいません、カメラに当たりました。また読んでくれないかな。アールフレイさん、キャラクターで遊んでる時の読んでくれた。キャラクターで遊んでいる時のタイムラインは他の人が後でまとめてみると不思議なタイムラインになりますね。そうジャンプ、リボン、スタンプライブアット。昨日はね、漢字がいっぱいになってて、どこの国のね、言うとかわかんない状態になってましたね。感じだらけですからね。いい感じかな。どうですかね、いい感じだった。あの伸ばすところが難しいね。意外と綺麗に読めてんじゃない？昨日のひどかったのはなんだっけな。
ぱりあれかな、タイガーマスクはむちゃくちゃすごかったけどね。スタンプライダーさん、こんばんは。桃入りしたんですね。おかしいけど、微妙なイントネーションだけど結構いい感じでいけてる感じがする。じゃあ仮面ライダーはね、仮面ライダーね、何がいいかな。仮面ライダー今やってるのはオーズ。じゃあ仮面ライダーオーズ、微妙あれですよ、これアプリですよ、キャラクターのアプリ、 iPhone のアプリですけど、え、これのおしゃべり機能を使ったアプリっていうのは、キャラクターはおもちゃだけど iPhone のアプリで落とせるんで、そのアプリ使ってこれ読ませてます。っていうか棒読みちゃんのアプリが欲しい。もっと上手に読めるやつが欲しいな。うち Mac なんでね。どうかな。SAI の人、仮面ライダー5個頭、
大玉。大玉。炭素切りだ、ユー、パワータライダーアマゾン、キャンプ、スポン、サンプライブアット、アソン、ハキメ、タブ、仮面裸ライダーアオジ、キャンプ、スポン、サンプライブアット、ハダイって言ってる、ハダイって言ってたよ、ハダイ、仮面ライダーオーズって読めるかな？ってなった。はい、ちょっとね、掘り上がれたのかな？っていう感じなんで。スタンプをしてみまーす。よいしょ。ほい。大頭って読んでた。そうそう、大頭って読んでましたよ。さあ、チャレンジ。この辺かな、この辺かな、少しこっち、これよいしょ頑張れみんな。仮面は普通でいいから、仮面から下の仮面ライダーオーズを読めるようにしてみようかな。こんな感じ。ハンコはね、決め、タブ、意外と難しい W シャープリボスタンプライブアット、これが印面をきれいにする練りゴム、練り消し。これね、今映ってるのわかんないですけど、すっごい黄色い色の練りゴムです。強力です。意外と難しいですか皆さん。仮面ライダー電王は全部多分そのまんまいっちゃうんだよね。だからやっぱりオーズとか、うん、オーズぐらいかな。ダブル、
さ、炭素クライダーさん、チャレンジ。炭素キリダー、ユー、仮面通り、スタジアゴー、スマメ。ジャンプ、リボン、スタンプ、ライブ、遠いって読んでるね。遠い。遠いだを、おすずまめって呼んでたかな。出来上がり。出来上がった、本当に。よし。こんな感じだね。すいません、画面が揺れてます。こんな感じで、コリアンが何のにおう。RRRGRAYVSAAV、出来上がり。出来上がり。ジャンプ、リボン、スタンプ、ライブアウト。こんな感じ。で、オーズは誰がちゃんと読めるようになるかな。今日はとっても寒いです。ちょっと手かじかじかじじゃ言えてない、かじかみ気味でございます。明日はね、ちょっとホリホリはお休みしたいと思います。少しね、毎日毎日ここのとこ掘っているのでくたびれちゃったんで、明日だけお休みいただいて、明後日はフリフォーしよっかな。あ、明後日ダメじゃん。今日18日。皆さん今日は何日ですか。今日何日。明日、もう今日19の人、今日19。じゃあ今日は頑張って掘るよ。で、今日っていうか、明日は頑張って掘ります。で、明後日お休みします。なんでかっていうと、20日私のお誕生日なので、掘り掘りはちょっとお休みしたいと思います。そうですね。そう、多分そう。炭素切りだ。ユー。はい。18日、新年のすでに19日。そうですね。ジャンプ、リボン、スタンプ、ライブアート。なので、明日はホル。で、明後日をお休みにします。明後日は私の誕生日なんで、ちょっとホリホリはお休みにします。じゃあこれで今日はちょっと早いですけど終わりにしたいと思います。明日もね10時ほい。どんな感じ？あ、そっか。それは見てないですね。ちょっと読んでくれてからにしますね。読んでくれる？ちゃんと大丈夫かしら？ RRRGRAY。 はい。前回見れなかったので、いや違う、王のスタンプの出来上がりどんな感じでしたか。はい。スタンプ、リボン、スタンプ、ライブアート。 のに見える王ですね。これ見えてる、これです。こんな感じで、フリアンガリがペッタンするとこ、あ、行きすぎ、こんな感じです。あ、行きすぎた。こんな感じで掘り上がりです。測ろうか。まあだいたい2センチくらいね。
ね。こっちが、あ、もう一個こっちが。こんなもん。まあみんな全部同じサイズでやってんで、2.6 ぐらいのサイズですね。私の爪、こんなにちっちゃい、みたいな。ね、そうでしょ？のに見えるんだけど、この書体ね、R なんだよね。R じゃない、O なんだよね。これ、R でしょ？ね。のって言っては、うわ、まいったな、これに見下ろしてください。これは、あの、RRRGRAY。やっぱりのに見えるかも。そう、見える。ランプ、リボン、スタンプライブアット。けど、これはあくまでも O です。言い切っちゃいますが、これは O でございます。で、今までの、もう今までのは見たんでしたっけ？ほいほい。これが A の。A のは見た？ね。で、これが M です。細かい作業。シャープ、リボン、スタンプライブアット。M から見出したんですね。今年からってことですね。もう随分やってますんで、いくつかあるんですけど、今ちょっとね、イベントに出したりとかしたんで、物はちっちゃく、もう少なくなったりとかするんで、またね、掘らなきゃいけない分もあるんですけど、去年からちょっとこれはやってて、あとは、まあ、今手元に RRRGRAY M から見始めました。今だからスタンプライブアート、はい、手元にあるもので、このハンコ見えますか？ちょっとボケボケ、この木にこうスタンプしていますけど、これが陰面で、これがこういう感じ。ちょっとね、いいですけど、こんな感じで。これはね、これは、なんだっけ。ハンプティ・ダンプティとかさ、なんていうんだっけ、あれ。マザーグースに、ある詩の一節ですね。それを彫ってこんな感じですね。で、あとはこれ随分前なのかな。まあね、住所とかはあれなんで、この辺隠しますけど。Adobe ユーザー辞書変換がおかしくなってる。W シャープリボスタンプライブアット。ね、こういう文字とかを彫ったり、あと三輪車、そう、彫ります。これ三輪車、これ三輪車ですね。で、これは。ちょっと見づらいですけど、これは決め、タブ、そこまで掘るの？掘りますよ。で、これはあの蓄音機を掘ってあって、で、これはなんだっけ、シェパードさん、これは写真のちょっとね、加工して原稿を作って、こういう感じ。で、
から写真からこういう風にも撮ります。炭素切りだ、ユー、おしゃれ、シャープ、リボン、スタンプライブアート。あと何があるかな、ここに今あるやつが出せるのが、これは、ここ隠せればいいんだっけ、これ、これはこの間彫った、読めるうどよしさんのハンコですね。住所をだだ漏れないようにしないといけないんで、こんな感じで、これはミモザの花ですね。これもオーダー品だったんで、これも写真を加工して、そうそう、うどよしさんのハンコ、今年の年賀状用のハンコはうどよしさんのハンコ、あのギリギリになってオーダーがあったんで、それは撮りました。あとはこれがギター、ギターですね、ギター SAI の人、おー、よしさんのワンコ、そうそう、よしさんのスタンプライブアート、年賀状のハンコは私が買ったです。あとはこれが、夏イベントを一緒にした、iPhone カメラトークの、ハンコですね。 iPhone カメラトークの犯行これはもう元の原稿があったんで、原稿を送っていただいてそのまま彫り彫りしました。まあまあ他にもいっぱいいろいろこんなのとかね、こういうのもオーダーのハンコで、これなんか文字はどのくらいだ、このちっちゃい文字はね、こんな感じですね、ちっちゃい文字、どこに行けばいい、この辺、こんな感じで売ってます。多分ね、出してるんで、あのアーカイブに残ってると思います。まあこれは住所やばいかな、さっきのねはこういう住所とか電話番号とか、電話番号やばいかな、大丈夫かな、まあいいや、こんな感じけど、これ会社なんで電話番号ちょっと見えてても大丈夫でしょうね。で、あ、これが今までずっと売ってたやつですね。これが A A とか、これがこういう感じ、今まで売ってきたやつですね。こういう感じで、RRRGRAY、はい、細かい文字字、再して文字切れてしまったら大丈夫からやり直しですか、シャープ、リボン、スタンプライブアート、面積が決め、はい、じっちゃん30インチだと、せっか、W シャープリボンスタンプライブアート、そうですね、住所とか間違えちゃったら最初から掘り直しになりますね。修正聞くときもあるんですけど、これゴム、あの消しゴムじゃないんで、ゴム系の、なんていうか接着剤くっつくんですけど、やっぱり弱くなったりするんで、だいたい最初から掘り直しにします。でごまかえるところは、
とごまかして掘ったりする時もありますけど、住所の場合はねごまけられないんで、だからちょっと細心の注意を払ってホリホリしてますね。うん、そうですね、こんな感じ。そうですけど、あの黙々と作ってるのが好きじゃないんで、やっぱり喋りながらとかこういう今ユーストでこう流してる感じで掘るのが好きかな。マイヤーホズニー、マイヤーホズニーです。であとはよいしょ、ちょっと決め、タブ、はい、疲れない、疲れます。疲れるけど、あれ拡大鏡は結構疲れるんですよ。ほんでちょっと待ってね、で結構疲れるんで、ホットアイマスクとこれが必需品。見えないね、これ。これが必需品です。これと、ホットアイマスク。それが私の必需品ですね。これよく聞くんで、これを刺してやるとすごく気持ちいいし、うん、結構いい感じで、ホットアイマスクは、でホットアイマスクは、目の周りがしっとりするし、あのとっても私は好きですね。決め、タブ、アリナミンエクスプラス、私の必需品 W シャープリボン、スタンプライブそれは違う意味でじゃないんですか。これは結構聞きますよ。あの眼性疲労の人ね。SAI の人、ナリグサのアイラブ爆笑クリニックを思い出す目薬。シャープ三枝のライブアート。アイラブ爆笑クリニック。三種のアイラブ爆笑クリニックね、ロートでしたっけ、あれは。今あれじゃないんですか、スマップスマップがロートじゃない多分。私これが一番好きかな。今までいろいろ試してきて、これが一番効きますね。ちょっと割高かなと思いますけど。で、あと、そう、こんな感じ。あとは何かな。意外とこれ聞いて、見知られるもんがどうな。決め、
アリナリンエクスプラス O2 にはホット W シャープにもスタンプライブ。それは全身の疲労じゃないのかな。とりあえずこんな感じで、明日はまた同じ感じで、始めていきますんでね。見せられるもんがどこにある？あ、あ、映したか。RRGRAY、 そうそう、スマスマですか。そうですね、そうですよね、スマスマスタンプライブアート。そう、あれ一社提供なのねって思いました。サンシナアイラブクリニックも見てた。さてさて、ちょっと早いですが、そろそろ終わりにしたいと思います。明日も10時半から、あ、からって言っちゃうとあれですから、10時半頃から始めたいと思います。はい、また抜き目さんが、もちなんですけど、あら、腰の痛いのがマジ取れる。あら、コルセットが離せないね、AW。 それはかわいそう。スタンプライブアート。ツイッター版ヘルニアきついって言いますよね。いや、あれじゃないですか、あのひどくなると手術しなきゃいけないとかね、ありますから、気をつけてくださいよ。じゃあそろそろ、配信を終了したいと思います。では明日また10時半ごろ、はい、もう一回、もう一人いらっしゃいますからね。はい、炭素切りだ U、 コルセットのコレクター、私も W シャープリもスタンプライブアート。そうなんだ。決め、おやほり。はい、おやほりです。じゃあ、今日の配信はこれで終了したいと思います。皆様おやほりでございました。はい、明日もこの時間、ほりほりしたいと思います。では皆様おやほり。お疲れ様。ジャンプ、リボン、スタンプライブアート。